はい、昔は地図使わなかったという話。昔は地図使わなかったという話。今はですね、まあ、スマホの地図でも紙の地図でもとにかく地図をですね持ってきますね、外出時は。自分知らないところに行くときはもちろん、知っているところに行くときもですね、一応ですね地図が見れるような状態で行くと、なんか持っていくと、手ぶらでは行かないですかね。で、まあ新しい道を開拓したりとかしますかね。でたとえ迷ってもすぐに復帰したりとか、地図によってできると。でよく考えると地図使い始めたのはそれほどね昔からでなくて、昔はねあんまり地図使ってなかったですね。特に小中高校生の時、中高生の時まではですね地図は使ってなかった。どこに行くにしてもですね、道を覚えちゃうんですね。通学の時は当然覚えてますし、なんか友達とねどっか行く時もですね友達が覚えてるとついていけばいいわけだからね。それから、どっかの駅集合して遊ぼうっていう時もですね、駅はですね電車乗ればいい着くわけだから行けると。それが小学校の頃はね、どっかの例えば友達の家に行くとか、あとどっかで遊びに行くって時はですね、もしすごい遠いところはですね、まあ目標物があるわけ、なんとか公園で遊ぼうとかね、そういう時はですね親に聞いてましたね。親に聞いて、なんとか公園でどうやって行くのみたいなこと言って、あこの道この道こう行ったらあそこの角曲がるんだよっていうような感じで、でちょっと紙に書いてもらったりして、だから地図としては認識してないというかね、その行った体験として覚えてるんで、それがまた行けるというね、そういうことだったんですね。今考えたらゾッとしますけども。だからね私はね、結構大人になるまで地図あんま使ってないんですよね。だから地図の読み方もあんま詳しくないという。地図の読み方ってそれはどういうことかっていうと、基本的な地図の読み方じゃなくて、地図のを使いこなした体験が少ないというかね、地図を使いこなした経験が少ないんで、うまく使えないというか、なんていうかな、地図を読み込む能力というかね、地図って普通こうだよねとか、地図っていうのは普通こうだからこうだったらこうだなとか、そういう推測とかね、あとそうですね、地図で何もないところは山地山になってるよみたいな、そういう推測とか、で川沿いには地図にはあんま載ってないけども、川沿い行ける遊歩道みたいなのあるよとかね、そのなんていうかな、そういうのがほとんど私の中なくてゼロで、大人になってからねそういうことがどんどん入ってきて、地図持ち出してからね、そういうことが入ってきてですね、例えばですね、目標物となるものはいろんなものがありますけども、高速道路の、ね、入るところとか、あれ結構な目標物になるんだよね。道路上で、必ず目につくし間違わないし、そんな簡単に、場所が動かないんで、古い地図でも大丈夫というね。それに対してコンビニあるいはスーパー、そういうものはですね、なんていうかな、場所が動いてしまうとか、いつの間か閉店してしまってなくなってるとかね、そういうこともあり得るんで、地図紙の地図ではですね確定はできないという、そういう体験とか経験とか、いろんな細かい体験がありますけども、そういうのがなかったと。で大人になるとなるとですね、非常に面白いというかね、新しい道を探索するのも面白いし、地図を読むのも面白いということですかね。